わんぱく盛りの小学生の男の子が料理にチャレンジ。いけめし。今日はうるむくんです。よろしくね。よろしくお願いします。今日はおいしいニラを使った、せーの、こちら。メインのおかずにおすすめ、ご飯がもりもり進む色鮮やかな豚バラニラ炒め。材料です。豚バラ肉を 200g、 ニラ2束、生姜やオイスターソースなどをご用意ください。では最初にうるむくんにニラを切ってもらいます。と、食べやすい長さかな、3センチくらいにザクザクって切ってみてください。はい。今日はニラいっぱいだからいっぱい切らないと。では次に調味料を合わせてタレを作っておきたいので、うるむくんお願いします。はい。そこにあるの全部合わせちゃっていいよ。はい。では次に豚バラ、ちょっと食べやすい大きさに切ってあります。それをポリ袋に入れて下味をつけていきます。はじめは生姜を小さじ1くらい入れてまず揉み込みます。ここで今日のいけめしポイント。先ほど生姜を揉み込んだ豚肉に片栗粉をまぶしていきます。そうすることでお肉がしっとり仕上がるし、あとタレも絡みやすくなります。でこれね、うるむくんまぶすようにこんな感じでお肉ほぐしながらまぶしてってください。はい。フリフリフリ、だいたいまんべんなくまぶせたら大丈夫です。ではお肉を焼いていくんですけど、今日は豚バラの脂の多い部分を使うので脂は敷かないで炒めていきます。ロースだったり脂の少ない部分を使う場合はお好みで脂を使って炒めてください。はい。ほぐしながら炒めていきます。豚バラに火が通ったら次タレを入れていきます。一気に入れちゃいます。はい。そしたらニラもたっぷりドンと入れちゃうよ。ちょっと火も強くしてあげてくださいね。でタレを絡めながら炒めていきます。これでニラがしんなりしたら出来上がりです。豚肉もニラも主役の豚バラニラ炒めができました。噛むと豚肉とニラの旨味が口いっぱいに広がります。いただきます。お肉とニラにちゃんとソースが絡まってて美味しいです。ご飯も欲しくなってしまいます。そうだよね、ご飯に合う味付けだよね。今日のポイントでお肉に片栗粉を絡めたことでしっかり豚肉にもニラにもタレが絡んでいてとてもご飯に合います。今日はニラで作ったんですけど、他に火の通りやすい葉物野菜、ほうれん草だったり小松菜を使っても美味しく作れるかと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。